暴いて。邪魔しないで。よし、なんとかしのいだな。しかし、そろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど、足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。生きられるのは勝者だけ。各散らして。救援要請か。待ってろ。もう一押し。次、コーニーのやつ、巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。している。行かないと。コニー、無事でよかったぜ。怪我はないなら一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。ごめんなさい。かっさばいて。頼む。次。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。狙う。かっさばいて。潰す。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろ。僕は任務を続けるよ。捕らえた。頼む。捕らえた。僕なら大丈夫だ。ミカサたちも気をつけて。あっちは苦戦してるのかよ。ごめんなさい。邪魔しないで。
いてやる。生きられるのは勝者だけ。潰す。邪魔しないで。やられちまうぞ、マニアか。もう一押し。どうなんだ、ヤツ。潰す。ごめんなさい。なければ勝てない。ミカサ、作戦は？エレンはどうなっているんだ？エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのでエレンを守っている。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。まずい、こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。かっさばいて。反応がなかった。もう誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。
勝者だけ。狙う。生きられるのは勝者だけ。僕がエレンをここから出す。